先日、ふるさと納税で制作された千歳編が地上波初放送され、無事に放送を終えたアニメ、邪神ちゃんドロップキック。各地で邪神ちゃんロスが叫ばれる中、邪神ちゃんドロップキックとしては初となるライブメインの音楽イベント、サバートニックの開催が決定した。サバートニックは2020年8月8日土曜日15時よりオンラインで開催予定。配信はライブストリーミングを中心とした新しい映像配信プラットフォーム、スタジャクロード、ステージクラウドにて行われる。今回はイベント初共演となるデスティニーノイジー、邪神ちゃん役鈴木愛菜、花園ゆりね役大森ひみやびと、フォーリンポップ、エコラ役小坂ゆりえ、ポプロン役佐々木莉子、ピノ役山田まりなのライブパフォーマンス。そして、邪神ちゃんドロップキック RSQUO のオープニングテーマを担当したはるかさんと、エンディングテーマを担当したザンブが OP、ED 楽曲を含むスペシャルステージをたっぷり披露する予定。また、イベントエンドロールへのクレジット掲載に加え、自宅で音楽フェス感覚を楽しめるイベント限定グッズがついたグッズ付きチケットも発売。さらにはアフターパーティーご招待がついた20席限定のプレミアムチケットも発売される。イベントオリジナルのドリンク邪神トニックを片手に歌の祭典を楽しもう。なお、イベントの最後には邪神ちゃんの次なる展開についての発表も。これは期待するしかない。イベント開催情報、邪神ちゃんドロップキック RSQUO サバートニック、配信日8月8日土曜日、会場開演14時30分15時0分、アーカイブ配信あり。8月9日日曜日23時59分まで配信。スタジャクロード、 URL は7月10日金曜日20時発表。出演者ザンブ。アーティストたちに直接イベントの感想を伝えることができます。アフターパーティー出演予定、はるか、ザンブ、大森ひみやび、花園ゆりね役小坂ゆりえ、エコラ役原夏子、立花芽役柳瀬一樹、宣伝プロデューサー。ただし、社会的情勢を鑑みた上で、当日はオンライン参加となる可能性があることをご了承ください。日時、2020年8月8日18時、予定。場所、都内某所、参加者のみにお知らせいたします。送料込み、注意事項、グッズの発送は日本国内。離島の族に限らせていただきます。ご了承ください。チケット購入方法。1、缶バッジ付き一般チケット。2、グッズ特典付きチケット。7月10日、金曜日20時に購入ページ URL を公式 HPSNS 等にて発表いたします。抽選は行わず、何枚でもチケットを購入することができます。7月23日、木曜日まで受付完了分につきましては、7月31日、金曜日ごろグッズを発送いたします。3、ATM チケット。チケット詳細ページ、http://jashinchan.com p2849 内の応募フォームより受付いたします。78。また、イベントエンドロールへのクレジット掲載に加え、自宅で音楽フェス感覚を楽しめるイベント限定グッズがついたグッズ付きチケットも発売。
さらにはアフターパーティーご招待がついた20席限定のプレミアムチケットも発売される。イベントオリジナルのドリンク写真トニックを片手に歌の祭典を楽しもう。そしてジャシンちゃんドロップキック RSQUO のオープニングテーマを担当したはるかさんとエンディングテーマを担当したザンブが OP、ED 楽曲を含むスペシャルステージをたっぷり披露する予定。なお、イベントの最後にはジャシンちゃんの次なる展開についての発表も。これは期待するしかない。イベント開催情報。ジャシンちゃんドロップキック RSQUO サバートニック配信日8月8日土曜日、会場開演14時30分15時0分、アーカイブ配信あり。8月9日日曜日23時59分まで配信。スタジェクロード URL は7月10日金曜日20時発表。出演者ザンブ。アーティストたちに直接イベントの感想を伝えることができます。アフターパーティー出演予定、はるか、ザンブ、大森ひみやび、花園ゆりね役、小坂ゆりえ、ペコラ役、原夏子、立花芽役、柳瀬一樹、宣伝プロデューサー。ただし、社会的情勢を鑑みた上で、当日はオンライン参加となる可能性があることをご了承ください。2020年8月8日18時、予定。場所、都内某所、参加者のみにお知らせいたします。送料込み、注意事項、グッズの発送は日本国内、離島除くに限らせていただきます。ご承ください。チケット購入方法。1、缶バッジ付き一般チケット。2、グッズ特典付きチケット。7月10日、金曜日20時に購入ページ URL を公式 HPSNS 等にて発表いたします。抽選は行わず、何枚でもチケットを購入することができます。7月23日、木曜日まで受付完了分につきましては、7月31日、金曜日ごろグッズを発送いたします。3 ATM チケット詳細ページ http://jashinchan.com p2849 内の応募フォームより受付いたします。787月9日に公式ツイッターにて抽選結果を発表いたします。当選者の方には個別にメールにてご連絡をいたします。都代のお支払いは銀行振込のみとさせていただきます。コピー雪男コミックネテオジャシンちゃんドロップキック RSQUO 制作委員会